私は遠山夏美と申します。沖縄県の本島中部の読谷村というところで生まれ育っています。以前は国家資格を取って手に職をつけたら子どもたちを自分の力で養っていけるんじゃないかっていうことで、シングルマザーで今子どもが3人いるんですけれども、そんな中で専門学校に通ってリハビリの作業療法士という資格を取って、正社員で働いてました。ただその正社員で働いている間にどんどん時間外の働き方だったりとか、あとは休日出勤だとかが増えてきて、ちょっと子どもたちと楽しい時間というのを過ごすことが難しくなってきて、やっぱり自分の生活も大切にしないといけないなと思っていました。悩みはやっぱり子どもたちとしっかり向き合う時間が取れないこと、あとは自分自身の心と体のバランスを崩してしまってやっぱ無理してしまうということで、子どもたちとも余裕を持って接することができなくなってたっていうことが一番大きな悩みでした。まずはやっぱこの自分でこの働くペースを決めることができる、そして正社員で働いていた時よりももっと収入を増やすことができる、でこれを家にいてやることができるっていうことで、そこに魅力を感じて入会しました。始めてから6ヶ月になるんですけれども、その時に36万円、そしてその次の月に39万円というふうに成果を出させていただいております。すごく今まではいろんなことを頑張っていてもまだ頑張り足りない、まだ認めてもらえないっていう、そういう気持ちで本当にがむしゃらにいろんなことをやってたんですけれども、このウィナーズを通して働いていくうちに、今まで自分にとっては当たり前だって思ってたことが実は強みだったんだっていうことが分かったりとか、私が今まで経験したマイナスだと思ってた部分が誰かを救える材料になるっていうことが分かりました。例えば子どもたちをしっかり養っていきたいだとか、あとは自分らしく働いていきたい、でその頑張りがきちんと認められて反映される場所で働いていきたい、そう思ってる方に強く強くお勧めしています。ウィナーズクラブはですね、本当に学ぶこの材料がたくさんありますし、それを本当に自分のペースでしっかりとインプットをすることができる、またそれをきちんとアウトプットする中でどんどんこう咀嚼して自分のものにするっていう形で、自分のものにしていきながらどんどんビジネスの力をつけていけるっていうところなので、本当にこれから先誰かに雇われてとか誰かから仕事をもらってっていうよりも、自分自身で働いていきたい、仕事をしていきたいっていう方にぜひお勧めしています。